ちは、熊田凛香です。これから凛香流自撮りテクをご紹介したいと思います。まず目を大きく見せるテクを紹介します。高めにスマホを持って斜め15度ぐらいを向いて少し顔を傾けるのが自撮りポジションです。口はにって笑うよりもうってした方が自然と目が開くので目が大きく見えますよ。小顔に見える自撮りテクを紹介します。左手を右肩に乗せて顔をその手に近づけてカメラ目線で撮影します。手があるので小顔に見えてちょっと顔を傾けるので色っぽく見せることができますよ。最後にウィンクを使った自撮りテクをご紹介します。そのままウィンクするのではなくウィンクする方の逆の手を使ってほっぺを押します。手があるので小顔効果も狙えるしちょっと小悪魔っぽい印象にもなるので私の好きなポーズです。ぜひ参考にしてみてください。